はい、こんにちは。沖縄、おばばです。はい、えー、お昼の雑談タイムです。えっ、ー、と、まあ、動画もね、一つ貼り付けときます。あの、昨日のね、えー、ロークロさんですね、ロークロさん。はい、ラオヘイさんですね、えー、公民のラオヘイさんですね。はい、えー、今日もね、面白い動画。また、ピーポーパーポーうるさいですね、外で。聞こえますかはい、こういう感じです。ずーっとこういう感じです。 はい、えー、完全に、えー、日本なんですけど、C 国の人たちに負けています。はい、どういうことかというと、ラオヘイさんですね。ラオヘイさんね、あのー、なんて言うのかな。あ C 国のね、まあ、なんて言うのかな、ある人がね、えー、メロンをね、してなかったんで、メロンね、おばちゃんです。はい。えー、なんでメロンしないのしかもね、 バスの中です。はい。バスの中でメロンしてませんでした。で、聞いたんですよね。どうしてメロンしないのって。そしたらなんていう答えがかかってきたかというとね、だってね、7, が7割型嘘でしょって言ってるんですよ。3割は本当だけど、7割型嘘よって。みんなね、あのー、例のね、例の、キョロ老アンティーナですね。 とかね、えー、例のね、練り物ですね。あれが全部7割型嘘だと言ってます。はい。<laughs> よくわかってますよね、この年代の人で。多分ね、えー、50代ですね。私たちと同じぐらいの年代の人だと思います。よくわかってます。はい。えー、負けたと思いました、私。はい。そういうことです。 え、市国の人よくわかってます。でね、えー、その後何て言ってるかっていうと、7割方嘘でね、えー、ああいったね、えー、恐怖はね、人が、人、いわゆるね、えー、何て言うの、その企業とかがね、金儲けのために、こう流す、流すね、フェイクフェイクだって言ってました。はい、よくお分かりでって感じです。 はい。それからね、えー、ラオヘイさん、あの、その後ね、いろんな話をします。えー、まあ、これ、最近あったね、世界のね、あのー、練り物ですね。いわゆる練り物パーティーのね、えー、参加自由にさせろーっていうやつですよね。はい、えー、教養じゃなくてね、自由にやりたいっていうやつですね。ああいった、あの、パーティーのね、えー、でもでも、ですね、のことをずーっとお話ししています。 そして、えー、世界の人たちがどん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 お目覚めになってますねっていうことをお伝えしていますけど、おまあ日本は、あーうーんって感じですね。えー、まあ今日もね、あの散歩行ってきたんですよ。散歩っていうかね、猫ちゃんとこ行ってきたんですけど、往復でだいたい,あいこう1時間半ぐらいかな。1時間半ぐらい、はい、歩きました。えー、それでね、 まあ今日はね、あの、出勤日ということもあって、皆さんね、えー、出勤してたんですけど、まあ外にいる人たちもね、みんなメロンやってるんですよ。なんか意味あんのかなって。しかもね、人通りまばらなんですよ。別にお昼時でも何でもないんでね。まばらなのにね、こんなやって意味がないことやってんなと思って。ただね、沖縄は寒くないので、防寒のためにやってるわけじゃないっていうことはよくわかります。はい。 そういうことです。沖縄寒くないんですよ。はい。まだ半袖でも大丈夫です。はい。えー、まあ、肌寒くはなってきてますけど、それでも、えー、長袖シャツ1枚あればいいかなって感じですね。それ以上着るともう汗ばみますね。はい。そういう気候です。はい。なので、えー、まあね、日本人完全に負けました。はい。四国の人にって思いました。はい。 お目覚めの方面ではね。何なんでしょうね、一体。はい。 えー、まあ、またね、えー、健康1プラス13。これ、台湾の番組ですね。が、面白い内容の報道をやってました。報道特集してました。えー、これも、そのうち翻訳してあ、えー、げようと思います。えー、とんでもない内,内容ですけど、よくこれで広告ついてるなぁと思います。やっぱり資本は違うなぁと思います。まあ、あれですからね、あのー、なんていうのかな。 あ新東人テレビさんですから、あれやってる企画してるのはね、えー、かなりのね、額をね、えー、洋つべさんに渡してると思うんですよね。でもね、もう絶対触れるだろうなっていう内容なのに、えー、広告がついてます。はい。そういうことです。はい。日本人はね、えー、多分、あのー、多分、公の番組でもここまでは話せないですね。 はい。そういうことです。はい。えー、前にもね、言ったように、日本人には厳しいのかもしれません。はい。そう実感しました。はい。なんか、はい。そういうことです。はい。えー、まあね、えー、どうぞ、ね、そのうちあげますんで、またご覧ください。はい。えー、それでは皆さん、えー、素敵なお昼の時間をお過ごしください。 あちなみにこれは昨日炊いた雑穀ご飯のおかゆです。はい、多す、両方多すに見えますけど、実はこれでえご飯1 0分の雑穀ご飯です。えー、で、おかゆです。おかゆってふやけるんですよね。お米とかね、雑穀がね、それでこんな量になっちゃうんですよ。はい、そしてこちらは、えー、青菜とね、 えー、そう、あの無、無塩石のソーセージですね。無塩石のソーセージと、台湾のお店で買った、お麩ですね。お麩とピーナッツの醤油の煮物です。はい、えー、こちらの缶詰ですね。はい、えー、皆さんご興味ある方いる、いると思うので。美味しいです、これ。はい、こういうやつです。はい、えー、ね。えー、お麩です。これ、あのー、油煮みたいに見えてますけど、お麩です。はい、お麩と、 あと、ピーナッツですね。お,お醤油とかみりんで煮付けたものです。はい。味は日本人好みだと思います。でね、えー、これ材料なんですけど、はい、えー、材料も添加物入ってません。 はい、えー、そういうわけです。はい、えー、これね、美味しいです。これで320円で。これ、一缶じゃなくて半分ぐらいですね。あと半分残ってます。冷蔵庫にあります。はい、それでは皆さん、美味しいお昼をお過ごしください。沖縄ババでした。